こんにちは、瀬戸内ラボです。今回は岡山県新見市にある鍾乳洞いくら堂をご紹介したいと思います。いくら堂は岡山の鍾乳洞では一番有名なスポットだと思います。全長1200メートルにわたる、綺麗な景色が見れるそうなので楽しみに行ってきたいと思います。では行ってきます。駐車場から歩いて5分ぐらいなんですけど、すごいね、これめちゃくちゃ、もうここだけでド迫力の絶景、滝もあるし、すごい、一面なんていうの、これ岩壁みたいな、すごい楽しみですね。チケットゲットです。はい、じゃあこちらから今日は出してください。はい、おお、階段なんだ。まずあ、ここもめっちゃ気持ちいいな。なんかすごい迫力、めちゃくちゃ近いです。なんか緑色だ。寒いここからもう寒い、すっごいひんやりしてる。なんかね、15、6度だそうですよ。寒いかも。寒い。あ、細い。かなり下が濡れて滑りやすそうなので、ちょっと履く靴はしっかり考えた方がいいですね。わあ、すごい。もう本当触れるとこに。ロケット型ってこと？月ロケット。化粧回しだってこれ。うわ。気をつけてください、足元。あ、こういうのがでも作っていくっていうこと？そうや。何億年かけて多分こうなんか作っていくと。すごい。地球の神秘です。自然にこれができたんだもんね。すごいな、これはなかなか過酷な女性的な美しい滝です。あ、雨が降ると水が流れます。今雨降ってないので水は流れていません。おー、急に高くなった。亀っぽい。あそこ頭あるよ。ちょっと引いてみたら、こっちから上り亀。なるほど。亀の頭、振り返って上をご覧ください。亀が洞窟を登っていますって書いてる。これでもちゃんと見とかんと見落とす。うわー、クラゲ岩。あ、クラゲだ。本当にクラゲみたい。映る？クラゲ岩、コウモリ岩ぽいね。黄金殿堂、上をご覧ください。この空間は黄金殿堂という。高さ30メートルありますって。あー、本当だ。すごい高っ。ちゃんと上までなんか不思議な形になってる。お、なんかありました。地軸の滝、落差50メートルの滝です。
道内にある滝としては高さ、水量ともに他に見ることはできません。うわ、本当だ、でも高いね。もっとあの上からだもん。落ちたら怖いな。しんどい。結構ね、これ地図で見たら本当にまだまだ序盤なんだけど。ああ、大変だった階段が。お、次のポイントです。本堂？こっち。本堂は地軸の先の真上です。あ、嬉しい。この上からはなだらかな森です。5合目ですって。全然嘘つき。直後めちゃくちゃ急な階段です。騙されないでみんな。なんか想像を絶する過酷さ。いや本当、あの高さの変化もすごいし。今何度？12度ぐらい。それ涼しい。でも歩いてたらちょうどいい。鬼の手袋。これ？こっちかな？こっちかな？これかな？これかも。お！瀬戸の海。綺麗。これめっちゃ、あ、でもなんか本当視線落としたら海みたい。海で島が浮いてるみたい。島は作ってんのかな、三角のとこ。自然のかな。めっちゃ綺麗これ。綺麗。三段橋めっちゃ綺麗。のぶしを思わせるプランのぶし。どれだろう。あれか、これが、これ自体なんだ。なるほどね。すごいね。これを見つける人、考える人もすごいね。あ、これ分かりやすい。綺麗。綺麗。わ、ほんと竹林っぽい。わ、虹の谷。もうすごいギリギリだったの。虹の谷。ライトアップしてるとやっぱすごい綺麗だね。湖みたい。見てこれ、もうギリギリちょっと横になった方が通りやすいぐらい。めっちゃ激狭なとこもあるんで気をつけてください。朝鮮坊だって。本当だ。道の真ん中に何億年かけて出来上がって、ちょっとずつ出来上がった朝鮮坊。すごいね。すごい。だからこれは落ちたやつが積み重なってるんだよね。そうだよね。これから落ちてきたポタポタがこんなに育ったんだ。今では立派な東仙坊に育ちました。行きましょう。東仙坊さんちょっと避けていただいて。おお。何？だるま大使？これか。あ、顔に見える。めっちゃ顔に見える。これかな、だるま大使さんかな。目を通す方が薄い鍾乳洞。綺麗。水衣も。もうすごい綺麗、ね、水が本当に衣みたいにふわーって流れてる。仙人
坊主、下から伸びている石筍がたくさんの坊主のようです。ポコポコね、いっぱい伸びてるのが。おお、ここで頂上となります。すごい大きい音。音を楽しんでください。うん、滝は見えないんだって。長かった下りちょっと膝が爆発しそうになってますけど、お、なんかありますよ。お、ここがあれですね。ここが一番多分いくら堂で有名なスポットですね。有沙の宮が祀られているところ。ここはね、すごくなんか悲恋の伝説というか悲しいエピソードがあるそうなんですよね。恋人がいなくなってしまって、悲しみの末身を投げてしまった有沙さんと代姫様が祀られているところなんですけど、ここは縁結びのスポットとして、割とデートスポットというか恋人たちに人気のスポットだそうなので、まあ、なかなかここに至るまで過酷ですけど、来たらこの有沙の宮でお参りしていってもらえたらなと思います。戻ってきました。もうね、滑ります。で、服も濡れます。で、結構その狭いとことか天井低いとことかもたくさんあるので、それなりにしっかりと装備をしていった方がいいと思います。約30分ぐらいですかね。私たち割とサクサク行ったので30分ぐらいの道のりでしたけど、もうかなり汗かきました。15、6度なので、入った時はすごい寒いかなと思ったんですけど、もう出る時はちょっと汗かいてるぐらいなので、皆さん着るものとか羽織物とかいろいろと準備して来られた方がいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。